海辺でジョギングする二人の女性。ジョギングとは、ゆっくりした速さで走る身体活動の一種。陸上競技、長距離走やスポーツにおける持久力を高めるためのトレーニングの一環として行われることが多い。穏やかな速度で走るのがジョギングである。ある定義では、時速6マイルの速度で走ることとされている。また、ランニングは、 地面に接触していない瞬間が必要であると定義しているが、ジョギングはそうではない。フィンランドのヘルシンキでジョギングをしている二人の女性。走ると歩くの違いは、両足が地面から同時に離れることがあるかないかにより分けられる。走る動作の場合、両足が同時に地面から離れるので、短いジャンプを連続的に繰り返していることになり、着地時に、 かかとや膝には体重の3倍から5倍の衝撃力がかかる。過体重の人間や関節が弱っている人間による走行は足に障害を抱える危険性をはらんでいる。走ることで心拍数が急激に増加すると循環器系統に過度の負担がかかる。ジムフィックスはジョギングが流行するケーキを作った人物として知られる。彼は1977年に ザ・コンプリート・ブック・オブ・ランニングを出版し、この著書は100万部を超える売り上げを記録した。彼は著書の中でもトークショーに出演した際にも運動することで寿命を大幅に伸ばせるとして運動の利点を強調し褒めすやしていた。しかし、そのフィックス自身がジョギングに励んでいる最中に心臓発作を起こして倒れ、そのまま死亡しており、運動は体や臓器に負担をかける。 ジョギングの最中及びジョギングを終えた直後に感情動脈性心臓病で死亡する例は決して珍しいものではない。清涼な運動能力が運動中の死亡事故から体を保護することを示す証拠はない。走っている最中に死亡した40歳以上の人間の死因の多くは感情動脈性心臓病である。 10年間で22から 176km、週に平均で 53km の距離を走っていた40から53歳の5人の白人ランナーが走行中に突然死し、その冒険によればランナーとして走るようになる前に心臓病を患っていた者は一人もいなかった。体育館にてトレッドミルを使って走っていた57歳の男性がその最中に突然死亡した。 彼の死因は、拒血精神疾患であった。研究者らは、身体活動を不定期に行う人は、そうでない人に比べて、突然死の危険が高い、極端な身体活動は、たとえ以前にその症状がなかったとしても、心臓に致命的な結果をもたらす、可能性があると報告している。ケープタウン大学の教授で、運動生理学とスポーツ医学の専門家、ティム・ノークスは、 運動中の突然死について、50歳以上の人は、あらゆる種類の運動を開始する前に、心血管の診断を受ける必要がある。50歳未満の人でも、突然死した人物の家族歴について、面談を行い、心血管疾患の症状とその臨床兆候についての診断を受ける必要がある。肥大型心筋症を患っている場合、運動中に死亡する危険が高くなる。 アスリートたちは運動中の心臓病の発症を予防できるとは限らないと書いている。度が過ぎる運動は、ミトコンドリアの機能障害を引き起こし、体糖能も低下させてしまう。ありがとうございます。